皆様、新年明けましておめでとうございます。また佐賀競馬場にご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより飛騨真人騎手2021ヤングジョッキーシリーズ優勝報告会を実施いたします。飛騨真人騎手は2021年12月27、28日に実施された2021ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンドにて大井競馬場、中山競馬場にてそれぞれ1勝を挙げる活躍で見事総合優勝に輝きました。佐賀競馬場所属騎手としてだけでなく西日本所属の騎手としても初めての優勝という快挙を達成いたしました。それでは飛騨真人騎手より皆様へご挨拶申し上げます。この度は、応援していただきありがとうございました。まだですか？大井競馬場と中山競馬場で騎乗させてもらったんですが、どちらの競馬場でも一勝することができとても嬉しかったです。これからも佐賀競馬場だけでなくいろいろな競馬場で良い成績を上げられるように、まずは佐賀競馬場で頑張って大きい舞台へ行けるように精一杯頑張りますので、これからもファンの皆様の応援があってこそのこの優勝だと思うんで、これからも応援してください。ありがとうございました。これをもちまして飛騨真人騎手2021ヤングジョッキーズシリーズ優勝報告会を終了いたします。